株式会社ボークスは日本の模型造形メーカーである。当初は航空機のプラモデルを扱う模型小売店であったが、後にオリジナル製品としてガレージキットフィギュアドールを開発、発売し、メーカーとして規模を拡大した。1998年よりスーパードルフィーと呼ばれる樹脂製の球体関節人形を発売し、1999年よりドール関連の展示即売会としてドールズパーティーを開催している。京都府京都市に本社を構え、日本各地に自社商品を展示、販売する直営小売店としてショールームを置いている。1972年、京都市上京区新町通り、今出川上がる東側において、航空機プラモデル専門店として創業、開店。数年後に鉄道模型専門店としてレールランド店を隣接して開設した。また、京都府内の長岡京市と宇治市、大阪府内の枚方市にも支店を開設した。1980年代半ばより、同店オリジナルの怪獣やキャラクターフィギュアなどのレジン製、ガレージキットの展開を開始した。その後、各地の店舗を閉鎖するなど、小売りを縮小した。1992年には、オリジナル製品の原型制作などを行う造形村を設立。1998年より球体関節人形に参入し、スーパードルフィーの展開を開始した。スーパードルフィーなどのドールフィギュア関連の商品を扱う店舗として、日本各地にショールームを展開している。2010年よりスーパーウィングシリーズと称し、航空機のスケールモデルを発売しているほか、2011年にはスーパーレールシリーズと称して、4ゲージ鉄道模型の発売を開始するなど、スケールモデルも積極的に展開している。同社のドールフィギュア製品は一部を除き、各地の同社ショールーム並びに、同社開催のイベントのみで販売されており、一般に流通していない。唯一の例外として、5スター物語のモーターヘッドである、ザ・ナイト・オブ・ゴールドの射出成型キットのみ一般に流通している。ガレージキット完成品のスタチューやドールなどは、その独自の流通方法を維持するが、故の少数生産のため、愛好者の間では、レアアイテムとされることが多い。5スター物語に登場し、その巨大さから立体化は困難と言われた、ヤクトミラージュや、レッドミラージュインフェルノナパームなどを、ガレージキットにて製品化。射出成型キットとしても、破裂の人形、バッシュ・ザ・ブラックナイトを製品化している。マイティシリーズでは着色済みの半透明装甲の再現やエッチングパーツを幾重にも重ねることで多重構造を再現するなど新しい試みがなされている。株式会社ボークスホビー商品を扱うショールームスーパードルフィー販売の天使の住処、天使の里、天使の窓を全国に展開するグループ根幹の会社。株式会社造形村、造形立体物の原型を制作販売する企業。株式会社バーチナルアート、造形村で作られた原型をもとに複製、組み付けなどを行い商品化する企業。ありがとうございます。